しこちゃん、最近の大相撲を見てる？うん、見てるのだ。新大関の豊昇龍がちょっと苦しんでいるみたいだね。そうなんだよね。初日は勝ったけど、その後は3連敗だからね。特に4日目の正代との一番は逆転のすくい投げを許してしまったんだ。あれはショックだっただろうね。でもそんな時に支えになるのが家族や師匠、そして先輩なのだよね。その通り。実は元横綱の朝青龍氏が SNS で豊昇龍に激励の言葉を送ったんだよ。本当に？それはすごいのだ。朝青龍氏ってどんなことを言ったの？壁にはまる豊昇龍、みんなはまるんだね。国籍関係なく、もっと緊張感ないのかって投稿して、豊昇龍に気持ちを新たに戦い続けるよう励ましたんだ。なんだ、思ったより面白くないのだ。ただおじさんの言葉は心強いね。豊昇龍もきっと力をもらったのだろうね。うん、でも取り組み後の取材には応じず、険しい表情で会場を後にしたって言われているから、内心はかなりプレッシャーを感じているんじゃないかな。新大関としてのプレッシャー、それに勝ちたいという気持ち、いろいろな感情が交錯しているのだろうね。そうだね。でも朝青龍氏の言葉が彼の心に届いて、次の一番で力を発揮できることを祈っているよ。うん、私もそう願うのだ。豊昇龍が新大関として立派に戦ってくれることを信じているのだ。そうそう、信じる力って大事だよね。豊昇龍もきっとその期待に応えてくれるはずだよ。そうだね。そして彼が勝利する姿を見て、朝青龍おじさんも喜ぶのだろうね。うん、それにしても朝青龍氏の激励の言葉、本当に心に響くよね。豊昇龍にとっても、そしてファンにとっても。うん、それに新大関としてのプレッシャーを乗り越えて勝利をつかむ姿を見せてくれる豊昇龍が見たいのだ。そうだね。ところでしこちゃん、豊昇龍が勝ったらどんなお祝いをしようかな？うん、それは難しい質問なのだ。でも豊昇龍が勝ったらきっと全国のファンが喜ぶのだ。そうだね。でも私たちも何か特別なことをしたいよね。例えば朝青龍氏に感謝の気持ちを伝えるとか。あ、それいいね。でもどうやって感謝の気持ちを伝えるのだろう？うん、それはうん、実はよくわからないんだよね。え、スモちゃん、それじゃあ感謝の気持ちを伝えるのは無理なのだ。そうだね。実は朝青龍さんの SNS はブロックされてるしね。じゃあ感謝の気持ちを伝えるのはやめて、朝青龍氏の名言を豊昇龍に送るのはどう？うん、それならできるのだ。壁にはまる豊昇龍って言葉を送ろうね。あはは、でもそれ名言じゃないし、朝青龍氏がすでに SNS で言ってるよ。そっか、じゃあそれをプリントした T シャツを作って、それを着て応援しよう。それいいね。その T シャツ朝青龍氏にも送らないとね。うん、朝青龍氏がそれを着て応援してくれたら最高なのだ。じゃあスモちゃんは朝青龍氏に送り先を聞かないといけないのだ。だから連絡取れないんだってば。最後までご視聴、ごっちゃんでした。